どうもこんにちは、パズラです。なんと現在ガチャ100回無料で回せるっていう神みたいなイベントがやってるんですよね。しかも魔法石10個で1個回せるやつなんで、実質魔法石1000個配布みたいな小判ばらまきキャンペーン的なやつやってるんで、まあ、このね、機にね、パズラ昔やってたけどやめちゃったよとかって人は、まあ、今すぐならね、100回回せて、あ、心も体もあハッピーって感じで、まあ、ヴィーナスとかホルスとかそういう、まあ、昔のキャラがだったら、まあ、今どこまでね、そいつらがフォルムチェンジしてるか見せられたら、まあ、素晴らしいかなと私は思っていて、昔やってた人ってね、可愛いこのキャラ、SAO で出てきそう。すごい可愛いな、ブリキッド。ね、片手剣振り回して、ピンチの時主人公になんか助けられてそうな雰囲気しますけど、昔は倍率16倍とか20倍とかね、あとまあゴーレムと戯れだと思うんですけど、もう少しやってる100倍とかだな。今のパズラね、倍率やばいから。ランク見てもらえばわかるけど、あんまり、ここら出たオロチ。これオロチ毎回右下不適されてるからね、独立精神があるんでしょうけど、多分ね、1万倍とか出るんじゃないかな。知らないけど詳しくは。多分、だからモンスター時代の攻撃力もうそれに止まって、5ナユタとか。おい、めちゃくちゃエッチな出てきた。こいつエッチやな。あれだって、こういうエッチな女の人も出てくるんですよね。これ左ザガーンで右暗黒界だな。遊戯王カードってかカードに囲まれてるんだけど、しかもここが1ポイントね。これ体育座りした女の子みたいな、このスペース。このスペースは大変素晴らしい。だからこれを機にやっぱ戻ってくると。やっぱこういうね、なんかブームというか話題性があるイベントはとても素晴らしいと思う。ガチャってみんな好きだよね、本当に。ガチャって、私も好きなんですけど、この回してる時の、あ、欲しいのが出たらいいなっていうワクワク感と、まあ、出た時の嬉しさ、そして出なかった時の、まあ、次につなげようかなっていうポジティブな気持ち、それがあるか分かりませんけど、その当たらないがあるからこそやっぱ当たった時の喜びがね大きいと思うんだよね、やっぱり。毎回、あ、俺セレス、セレス、セレス、セレス。これセレスすごいよ、今。昔、今ね、すごい変わってんの。昔これじゃん、この姿。今、あ、ごめん、そんな変わってなかった。最初はだ、そんなに変わってなかったね、ごめんね。他のアプリも、このぐらいね、やった方がいいと思うんだよね。回せたら話題になりそうじゃない。他も、モンスターとかも、なんか、全キャラ配布とか、そういうイベントやったら、ツイッターのトレンドとかも1位になって、みんな喜ぶんじゃないかな。あ、日の家具槌ですね、これは。こいつも昔ね、追撃ばっかしてた、まあ、異端児ということで。俺好きやんだよね、このトカゲみたいな、なんか、いっぱいあると。この、なんか包丁みたいな。炎の料理人、日の家具槌。三つ星。三つ星です、彼は。やっぱ、こういうね、ガチャ素晴らしいさ、もう最近の入りだと、まあ、ツイッターで、なんだろう、入りは。カンオケステップとかね。あれ、本当に好き。てんてててんてんてんてててんて。気がつかないうちにポケモンセンターが回復になりそうな。てんててててん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 てててんみたいな。しょうなすぎた、ごめん。ちなみに狙ってるのは、ノルザとアルジェっていうキャラね。最近のパズルはですね、魔女シリーズっていうのが強いんだけど、これ名前なんだっけな、クロノスだっけ。かっこいいよね。これクロノスとかこういうね、やっぱ漢字系じゃねえ、カタカナ系はとてもね、可愛いですね。可愛いですね。ごめん、かっこいいですね。ちょっとごめん、バカでした。魔女はやっぱいいと思う。魔女なね。結構ね、理想ですよ。私、異世界に、まあ、転生させて、突然飛ばされてね、いたた、どこだ、ここは、って、何も俺だ、お主は、って言われたら、あ、私、三田です、って。私は、樹齢300年の魔女だ、って。物語が始まる感じ。これかなり理想パーティーですね。こいつ見たことない、可愛い。可愛いな。なんか、メスガキ感あるね。進化するだろうな、結構進化するな。こういうなんか、なんか幅広い、そのなんか好みにも適応してるパズラ、とても素晴らしいと思います。これイラストレーターとかもさ、絶対自分のちょっと性癖を出してるよね、これ。本当はこうやってやれって言うんだけど、でももうちょっとこうやった方が俺的に好きだからこうやってやっちゃおうみたいな。絶対そういうのも出てくるんだろうな。あ、こいつマジで、マジで可愛いから。こいつなんだっけ、そう、セーフティ、これのネフティスの、これやばい。めっちゃ羨ましい、あのスフィンクス。これ私のパズラ採用しキャラ、今どうなってんだろう。こいつ、エッチ、あれ、スフィンクスが白熊に進化してんだけど。MGK が開脚に白熊でもあれじゃん。マリオ。マリオだね、これ完全に。これめっちゃ可愛いな。止まんと。止まんない、止まんない。急にめちゃくちゃ積み始めた。これスカトロさんですね。あとカスト、スカトロで覚えてるからさ。カストロさしから、これナルトの滞在のあれですね。キャラクター、威圧してくるやつです。これね、パズドラね、なんかキャラが増えすぎて、ちょっとね、名前がね、あんまり私覚えられないんですよね。最近もね、ちょっとキャラが増えて、ああ、星座めっちゃ可愛い。星だけにね。は？後ろのやつさっきバレハザキいたけど、打ち消し並み持ってんのかな？大丈夫かな？あいつ、スピカ死んじゃうんじゃない？もうちょっとで。正気耐性がないとダメなんで、最近モンハンばっかりやってるから、すぐに話題をモンハンに繋げようとするっていう。てか、全然出ねえな、フェスゲン。なんかフェスゲンって最近のパズラって、キャラが動くんですよ。めちゃくちゃ。これはガブリエルかな？あ、ガブリエルですね。はい、ガブリエルです。これね、やっぱ分かんないんだよな、キャラが。あ、ホルス、ホルス、ホルス。これすごいでしょ、ほら。
これホルツ昔使ったでしょ、16倍で生きてたでしょ、みんな小学校の時。今ほらなんか平等院報道の報道、報道じゃねえや、報に出る。これすごいんだよ。待ってるとこの絵でね、なんか ひたたたみてくれるの。ほらほら、溜めてる溜めてる、美女玉。うわー、大したことなかったなんかもっと画面爆発とかそういうことするかと思ったら大したことなかったな。最近ですね、私ちょっとね、生活習慣がとても悪しなの姫ですね。これ悪しなの姫、これ彼女は第1回ミス 米選手権1位です。第13回の優勝は、まあ、私ですね。あ、ルシファーだ。ルシファー持ってたっけな。ルシファーね、なんか最近でもこのゲームすぐインフレするから1ヶ月前に1ヶ月今使ってるキャラクターを1ヶ月後に使えなくなるんですよ。なんでちょっとね、あの環境の変化が素晴らしく激しいんですよね。だからそういうところはちょっと大変かなって私思うんですよね。全然一瞬だった、全然一瞬で日本語変だったな。不動明王ですね、これは。あ、不動明王です。モントのキャラとねちょっと被るんだよね。ハーネス、ハーネス昔見たでしょ、みんな。ハーネス、ハーネス、ハーネスね。バンジージャンプしてるけど俺もうちょいで。こいつなんかな、顔ぶっさいくだよな。なんかいかにも強そうな雰囲気出しておいて、別にギガグラビティしかできないよみたいな。最近生活習慣がいいんですよって話したっけ、さっき。あれ忘れちゃった。朝の夜じゃね、深夜の7時に寝て、で、朝の5時に起きるっていう。すごくない？めちゃくちゃ生活習慣。え、何こいつ？顔見つるんだけど。抗酸性病。何その弱酸性みたいな。ビオルの化身かもしかして。なんか、ワンピースのゾロもああいう技するよね。なんかあの、なんか九刀流柱みたいな。あれってどういう原理なのかわかんなくない？相手から見てそう見えるのか、本当にもしかして一瞬自分の顔が3つ、なんか増えてるっていう、そういう説もあると思うんですよ、私的には。で、あの、生活習慣の話も。じゃあ話が、来た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 ！うぃぃほら、これ、なんだっけな。俺初めてゲットしたんだ。これ、ね、ゼロオブ無限。これめっちゃかっこよくない？やばいでしょ、これ。え、めっちゃかっこいい、これ。ちょっと推しに合った女男みたいな反応しか出てこなかったんですけど。あれ、ああいうキャラが、あの、フェスゲンっていうキャラですね。多分そうですけど、ちょっと見分かったら、叩かれるんでごめんなさい。あ、劉備玄徳。これ劉備も昔みんなゼウス・ディオスと一緒にね、集会してたの、懐かしいんじゃないですか。あ、劉備、やばい！東の呂布、南の劉備来た、これ。乗馬ミラーマッチやな、これ完全に。戦国時代を生き抜いてと言われるこの二人ですね。まあ、二人のエピソードは別に私、何も知らないんですけど。てか、全然出ねえな、なんか魔女系。あ、見せたいんだけどな。魔女系シリーズか、あの、可愛い女の子のキャラが来ないと、私のちょっと会話が、パズラって喋ることないんで加減が重たいんで困るんですけども、こいつはなんだっけな、あ、そうですね、はい、ロゼです。見てから名前言うだけでまるで知ってたかのような、そういうギルガメッシュです。ごめん、違いました。この自分の名前なんかパズラって右の前になんか点々点々、もなんか米マークみたいなのあるじゃないですか。あれだしね、あのなんかパズラ公式運営って書こうと思ったら、あの公式運営のところがなんか伏せ字にされちゃいましたダメなんだなと思って。多分なんか紛らわしくているじゃないですか、なんかあのよくさ声優の名前かっこ本物みたいな、多分それいうのやって結構信じちゃう人がいるんですよ。だからパズラ公式運営やってると信じちゃうんですよ。こいつかわいい、なんかビビみたいな。髪結びエッチだな、ちょっと後ろにハート作ってるのがめちゃくちゃエッチですね、これ完全に。全然でんくね、もうだって今さ10連回して2回しかさ持ってないキャラ出なかったんだけど、これやばいな、どうしたらいいんだろう。マジで全然出ねえじゃん。オッケーオッケー、いけ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 、そろそろさちょっと強いやつ出してこないと困るんだけど。最後の10連だから1個ずつ1個ずつ見ていこう。はいはい、止まって止まって、ちょっと待って、あ、ここやばいから、これ引くから。誰この歌手、俺でもラス1の引きやばいから。石の屍のあれ、ノルジェノルジェ、女女パン、なんこの変態バットマン